終盤戦に向け弾みとなるような勝利となりました。今日の90分の総括からまずお願いします。そうですね、敗戦の後のゲームっていうところで、このゲームの重要性、選手が本当に、理解して、スタートからね、自分たちのサッカーをね、勇気を持ってやってくれたと思ってます。特に前半は岩田がゲームを支配するように見えていたんですけれども、前半というのはイメージ通りの形でしたか？そうですね、もう少し、甲府が前から来るかなって思ったんですけども、ある程度こう自陣のところではボール持たせて、もらったので、そこからいい形を作れたんですけども、そこで、セットプレー以外でやっぱり得点を奪いたかったなというふうに思ってます。ただ今日は無失点で抑えました。試合前には甲府のタレントを抑えていきたいという話もしていらっしゃいましたけれども、改めてこの無失点という結果、評価お願いします。本当に、タレントの多い、甲府の攻撃陣を、ゼロで抑えたというのは我々にとって本当に、自信にもなりますし、ただこれ次につなげていかなきゃいけないなというふうに思ってます。さあ、この勝利を次につなげていくためにあえて挙げるとしたらどんなところになりますか？フィニッシュのところですかね。さあ、次はホーム戦となります。次に向けて最後熱い言葉聞かせてください。アウェーでもホームのような雰囲気を作って、いつも作ってくれてるサポーター、今度は本当に我々のホームゲームでね、もう一回熱い応援していただいて、そのパワーをもらって次のゲーム頑張りたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。